明日頑張る、ありがとうございます。あ、ありがとう。ギャルビ負けちゃいました、4-2で浦和レッズさんと。おぎゆかさん来てらっしゃったんですね。あのなんだっけ、ツイッターで、あ、ツイッターどっちで知って、そう来てらっしゃったんだと思って、おろしじゃないの珍しい。あ、今日結んでたんですよ。あ、え、何ですかこれは。ありがとう、え、ありがとうございます。あ、母の日、明日母の日だから、そう、ついさっき知った、今日母の日だ、あ、明日か、わ、ありがとう、ありがとうございます。ん、ありがとう、明日仲間とハイブ長岡行く、わあ、やった、ありがとうございます。ゆたん、ママに肩たたき券準備 OK。 あ、私その肩たたき券と言ったら、私あの昔ちっちゃい時に母の日だかママの誕生日だったか忘れたんですけど、あのビッグスワンにルアちゃんもいて、あ、そうなんですか、え、すごい、え、私今日行けなかったんですよ、本当に、もう行きたい、行きたかった。 あたくさんカーネーション、カーネーションありがとうございます。焼きそば作るけん確かに明日は4時発で長岡に向かうから今日早寝する、はあ、わあ、ありがとうございます、お気をつけて、わあ、ありがとうございます。お腹すいた、お腹すきますよねこの時間は。明日は仲良しさんたちと早く長岡行くよ、わあ、ありがとうございます。ゆうたも洋服変わっちゃう、あ、ありがとうございます。ちょっとね、今日あの私のお気に入りの服、明日行けなくてごめん、あー、全然全然、でも私の初めての外でするライブというんですかね、なのでちょっとだけ緊張、明日楽しみにしてます、わー、お願いします。明日もピンク水色たくさんだね、はい、皆さん来てくださって嬉しい。衣装は何でしょう、楽しみですね。クリアカード宝物で、はあ、そんな風に言ってくださるなんて嬉しい。裏は強すぎる、いや、そうですよね、すごい、なんて言うんだろう、その強い4点も入るってなかなかあんまないような感じがするからすごいですよね。負けちゃった、家から長岡の方向いてピンク水色売りますありがとうございます確かに方向的にはね、どこだろう、長岡今わかんないけど、ヒロカッピから優待呼びされるようになったんだね。そうなんですよ、衣装はなんで衣装ちょっと無理やりじゃないですかあー、流れ星ありがとうございます。あ、今日ハイブ行ってきたけど、あ、すごい、座席400名分ぐらいあったよ。ええ、じゃあ劇場より多い、え、待って、え、すっごい緊張する。そうですよね、今日は日向祭りさんがあって、カバンにクリアカードぶら下げて仕事行きます。え、嬉しすぎます。嬉しい、会えないから今度アクスタ持ってお出かけしようかな。わあ、いいんですか、一緒に私も連れてっていただいて。はあはあ、すいません。劇場昔295名だったんだ、そうなんだ、いやー、すいません、くしゃみ、なんか抑えようとしたら変な音になっちゃったけどステージ広いから走り回っても大丈夫だよ、走りまーす、ん、大丈夫、アレルギーか、あ、なんかちょっとなんか最近くしゃみ多いんですよね、なんかここの部屋が悪い気がしてきた。
明日は仕事できません。わあ、仕事頑張ってください。頑張ってください。噂したのがバレたか。噂、私の噂してくださった。明日の早部長岡楽しみにしてる。わあ、ありがとうございます。頑張ります。明日もステージで飛ぶの。飛べるように頑張ります。え、違いますね。飛ぶくらい元気よく頑張ります。前座は仮面ライダーたかしでしょうか。そうですね、私がちょっと出演させていただいて、なんかすごい悪役で出演させていただくのかな。ゆうたんは外履きとレッスンシューズ間違えて帰ろうとしなかった。それカッピ情報ですか。14歳、わあ、初見です。そう、初見ってついてらっしゃる。え、ありがとうございます。はい、一応っていうか13、じゃあ間違った、14歳です。そうなんですよ。でもなんか今日ちょっと大人っぽくないですか。なんかそうなんで、ゆうかちゃんと喋って今日はお互いライバルだねって言われた。そんなおしゃべりされる感じなんだ、すごい。最年少すごい。うわ、ありがとうございます。32歳じゃないです。はい、私は14歳です。本当にもうちょっとで最年長いっちゃいますよ。うん、最年長48グループ最年長。え、なんか私は32歳説と23歳説と14歳説がありますね。列説どうなんでしょうか実際は。はい、14です。はい、配信では大人っぽいけどメンバーといるとちゃんと中学生の言うたんすけど、いや、なんかジュナがちょっといじってくるんですよね最近。だいぶ中学生とか言って、そんな変わんないですよ一応って何歳なのか分かんない。もう私ここに14って貼っとこうかな。ちなみにゆあちゃんのアルビの推し選手はレディースだと滝川選手と神尾延選手です。でも推しが増えてく、どんどん増えてきます。え、今スマホに保存してた12歳のゆうたのショールーム配信の動画見てた。どんなことをしてたんだろう私は。男子はそうですね、特に推し、でもYDD DD じゃないです、 DD ですね。やっぱり川澄選手も素晴らしい、好きです。いいですよ、幼なじみでプレーでできてるのすごくなんか羨ましいっていうか、いいですよね。阿部コート選手と、阿部コート選手と谷口海人選手はなんて言うんですか、 YouTube で劇場に一回来てくださったことがあったみたいで、私はその時いなかったんですけど、それでちょっとおーすごいってなって、ちょっと私も会ってみたいなって思いました。ちゃんとコールもしてらっしゃったんですよ。すごくないですかあれ、言えるの、あれ難しい。アルビレックスはいつから好きなの。私そもそもじゃん、幼稚園の時からサッカーやってて、それでサッカーを見たり、でもなんて言うんですか、見る側はそこまでなんて言うんだろう、そんなにずっとやる側だったから、最近になって見る側はハマり始めて、ちょっと予定が空いてたら「あ今日いけるじゃん」とか思って。でも今日は家族で結構見に行くこともあって、今日はパパと妹かなが見に行ってたのかな。いいな、
からお会いできるかもしれないです。サッカーショーもう完全にサッカーやめたのか。あの学校行く前にあの家の前であのサッカーしてるんで、まだ捜査かお会いできるならスーツで行きます。ビシッとビシッ。そうサッカーもなんかそう私広いピッチでやりたくて、長友さん、そう長友さんがこの前新潟にいらっしゃった時にちょうど妹がそう試合帰りにこう会えて、フットサルも得意。そうですね、フットサルも好きではあります。でもなんて言うんだろう、私よくなんて言うんだろう、フォワードの時は後ろからバーンってボールを蹴ってもらって、それをうわーって走ってトラップしてボーンって蹴るっていうプレースタイルだったっていうか。うわー、関連賞ありがとうございます。 FC 東京の、はい、ブラボー選手です。妹はブラボー選手って呼んでるんですけど、ブラボー。小さな声で叫んでもいいですか。ブラボー。たまにビッグスランに行くの。この前行きました。そうでもそう行けるときは結構行きたい。ルアちゃんがゆーたんと一緒にサッカーやってたよって言ってたよ。はぁ、なんかでもなんか一緒にやってたかもしれないみたいな。ゆうたんポジションは、ポジションはフォワードとキーパーです。でも私左利きだから、左サイドフォワード、え、なんて言うんだっけ、そう左のフォワード、左のフォワードだったりセンターだったり、でもなんか右の方顔面受けキーパーじゃない、ちゃんと飛べる人だから私は。皆さんリフティングお得意なんですか。リフティングはなんて言うんだろう、あのなんか周りの子ができすぎてできないってなっちゃう人です。うん、でもあのでもなんかちょっと褒められたりするとちょっと嬉しいな、なんかうん。でもなんか旋回とか行く子いるじゃないですか、よく旋回は行かないです。旋回っていうか100回も70、80とかそれぐらいしか行かないけど、なんかまあまあまあ、まあ、今度は100回を目標にの記録をどんどん伸ばしていけたらいいなとか思ってます。自分はアルミの松田選手と秋山選手のファンです。そうなんですね。おお、二押し、二人押し、ちゃんといいですね。83って言ってたっけ、多分それぐらいですね。もし機会があれば劇場とかでリフティング見てみたいです。あ、この前そうリフティングを披露させていただいて、はい、劇場でねこの前見てくださった方いらっしゃるのかな、はい、劇場でリフティング一応披露させていただいたんですが、 DMM さんで見れるかもしれない。ん、まだ見えるかな。あ、まだギリギリ見えるかもしれない、見れる。玉拾いはします、私も玉拾いします。あ、長い星ありがとう。今度アルビの先輩のナナミに連れてってもらえな。あ、ナナミさん連れてってください一緒に。僕は高島選手のファンです。あら、いいですね。え、ありがとうございます。71日ありがとうございます。ありがとうございます。意外となんかそうなんか70日もそう皆さんが見に来てくださってるんだっていうのがちょっと
嬉しくて、ありがとうございます本当に。なんか70日ん何ヶ月ん70日、2ヶ月ちょいですね。すごい、ありがとうございます。すごいですよ、こんな続いこの間30日だったり。そうですよね、初めてここが黄色になっててちょっとびっくりしてたんですけど、早起きが習慣になって、うわっ、そう言っていただけて嬉しいです。嬉しい。そうでもなんかちょっとそう早すぎて見るの大変だよっていう方もいらっしゃるんですけど、そうちょっとそれでも見に来てくださるのが本当に嬉しいです。もうすぐ訪問回数が100回になります。ありがとうございます。そうですね、ずっとオーディションの時から見てくださって、ありがとうございます。そっか、訪問回数もあるんですね。あはそうだからこういう日はなんかそう夜にもできたりするから、いろいろしながら。ちなみに今日初めてコメントしました、すいません。いや嬉しいです、ありがとうございます。ずっと見てくださってたってことですかね。ね、コメントありがとうございます。次は平日15日にホームでまた強豪の横浜 F マリノス戦です。そうなんですね、行きたいですね。なんか最近劇場公演とアルビさんよく被りますね。なんでもそういう時期なんだか、もう朝6時20分に自分で起きれますよ。ゆうたごめん寝坊したありがとうございます。私もなんかそう目が勝手に開くようになってきて、配信はよく見てはいました。ありがとうございます、嬉しい、コメントしてくださってありがとうございます。なんかそう思うのが、あのこうルームに入った時に、こなんて言うんだろう、このコメントの上にコメントじゃなくて、皆さんこうコメント、例えばなんかゆうたんだよじゃないか、ユニこんにちはっていう、そうコメントがこうあったら、皆さんがこうやってポンって押すと押せるっていうのが、そう作りたいなって思ってて、そうそれを作れたらなんかより、うん、なんて言うんだろう、その皆さんがコメントとか、そう手型え、いやだ、もう私も漢字読むの本当に怖くなってきた。なんか間違えるのが怖すぎて。おはゆうたん、ユニコーンにちは、ユニコーンバーの3つね。確かに、そうだからそれの手型、あ合ってた、私定型ちょっと待って、手型定型もうひき肉もね、万肉とか言って、もう私はそんなね、お恥ずかしいです。ゆたんが一番可愛いよ。あ、それ作りたいです、それ作りたい。さだけ加入当時はこんなにゆわゆわにハマる予定はなかったんだよね、正直言って。それでもこんな見てくださって嬉しいです。嬉しい。今さ ACL の決勝やってるよね、横浜負けてるよ、ホームだけど負けちゃう。え私見てない今、え見たい、ポキちゃんの2番目の女ですみたいな感じかな。あ、それがしたくて。え、これ2番目の女ですってどういう経緯でできたんだろうってずっと気になってて、加入当時からハマってました、ごめんなさい。いやありがとうございます、嬉しい。朝配信以外は見れるけどごめんね、あんまり来れない。いやでも来てくださるの嬉しい。アジアチャンピオンズリーグ、あアジアチャンピオンズリーグ、あアジアチャンピオンズリーグ、アジアチャンピオンズリーグ、うんうん、
言うとそれより前からハマってました。そうずっとオーディションから来てくださってて、もうなんかもうなんて言うんだろう、もうすごく涙が出ちゃいそう、なんて言うんだろう、もう嬉しすぎて。みんなポキちゃんが一押しじゃないから。え？二押し、二人推しでゆなちゃんのことを推してる人が多いから2番目の女、そういうこと？え？一押し、え？KMT の皆さんが いらっしゃるじゃないですか。そうなんですね。私はどうなんだろう、私なんか DD が多い気がする。じゃあ DD の女です僕は同率1位だけど、あれですね、あの嫁がいっぱいいるみたいな、あ嫁一夫多妻制みたいなでも自分ポッキーが一押しです。ゆーたんごめんなさい。いやでもしっかり皆さん一押しを大事にしましょう。いやそのオーディション番号5番でしたっけ。はい、そうなんです。え、覚えててくださってる。ギクってな、ディディが、いや全然ディディって素晴らしいですから。俺もオーディションで見つけてゆーたんの虜になっちゃった。ありがとうございます、嬉しいです。本当になんかもうオーディションから、なんかオーディションから知ってるよって言ってくださる方がいらっしゃって、ごめんなさい4期で2番目です。あ全然全然、あサホちゃんか、いいですよね、かわいい。もうサホちゃん足長すぎる、本当に長い、すごい綺麗。自分は DD じゃないですよ。えでこのなんていうんだろう、このたくさんある絵文字は何なんだろう何なんだろうとか言ってリレアブレダーされる。いや全然全然、いやでもね、こんな魅力的なメンバーがいっぱいいたらそりゃ DD になっちゃいますよね。いやわかります、なりますよそりゃ、私もなってます。いやでもなんていうの、師匠はやっぱり七地さんは大事にしないしてて、かっこいい、もう七地さんみたいなパフォーマンスができるようになりたい。そう明日はそうですね、明日はそう6人でそう大勢の前でパフォーマンスさせていただくことってそんなにないから、あうん全然はあるかもしれないけど、5人まではでいいでしょなかなかじゃないですか5人って。でも私の考え的にはその日ごとに1人ずつとかならギリギリ DD、 なんか DD ではないと主張してはいいんじゃないかなって思ってますけど、でもまあ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  DD にとらわれず、まあまあ楽しくお仕事しましょう。ゆーたんの、ゆーたんの日々の配信で成長していく過程が楽しみだよだよありがとうございます、嬉しい。成長してますか。えでもうん、なんか自問自答みたいな感じなんですけど、さあ明日そう初めて見てくださる方もいらっしゃるか、もうなんかなんならもう NGT をこう背負っちゃうぐらいの気持ちで頑張ろうと思います。じゃないと、じゃあ何違う、そんな背負えるほどの大層な人ではないんですけど、そのなんて言うんだろう、そのやっぱりその私が NGT だっていう気合をこう持って頑張りたいと思います。めっちゃ成長してる。そうもうなんかなんて言うんだろう、もう配信とか返信メールの返信とかでこうやったらもっといいと思うよっていうのをたくさんこう教えていただいて、でもめっちゃそれがありがたいんですよ。そうもうたくさん、コロナでユニット公演の時各ユニットでうちわ作りました。すごい、そううちわなんか器用な方めっちゃ多くないですか。なんかうちわとか超可愛くて、なんだろうネームプレートとか作ってくださってる方がいらっしゃって、もうね、なんかすごく多分私が作ったらだいぶ結構大変なことになっちゃうかもしれないんですけど、なんか
皆さん器用だなって思って、わあ管理所ありがとう、うん、ユニコーンの被り物がだんだん恥ずかしくなってきました。なんてことを言うんですか。ユニコーンに、ユニコーンに誇りを持ちましょう。はじめまして、はじめまして、高島優愛です。オーディションから受かってほしいなと思って見てました。嬉しいです、ありがとうございます。こうやって受かれて、ね、4期生として入れてね、なんかすごいですよね。本当にありがたい。私も不器用でうまく作れます。いやでもあれは本当に可愛くて、あのユニコーンのこうネームプレート、もうありがとうございます。本当に分かりました、ユニコーンに誇り持ちます。かぶってくださったの初めてだから、そうユニコーンをかぶってる人。ユニコーンが好きになったいきさつは、ユニコーン、なんだろう、なんかいつからなんだろう、いやでもなんかずっとなんかパステルカラーが好きで、それでユニコーン、なんでなんですかね。今日アルビ24で負けた、え、そうですよね、負けちゃった、浦和レッズさん負けちゃった。なんでなんだろう、でも多分パステルカラーが好きで、あ、そう、なんかなんて言うんだろう、そのグラデーションみたいな色が好きで、そういう色はずっと好きで、多分そこからユニコーンに行ったんじゃないかなって思ってます多分。なんでなんですかね。いつから飛んでるの。いやー、いつから、多分あのメールに送った写真があれが一番最初なんじゃないかなって思ってます多分。それより前は多分飛んでないかなって思ってます。ゆうたん初めて意識したのは受付だからな、受付なかったら多分ゆうたん知らないままだった。そう、ほんと受付で、そう、なんか応援してますとか頑張ってくださいとか言ってくださって、もう本当に嬉しい。なんか皆さん優しい方が本当にたくさんいらっしゃって、ユニコーンの被り物つけてたらうちのお日様に熱くないなとにら、え、なんだろう、睨まれましたかな、言われました、睨まれもと言った、言われました。そうなんですね、めっちゃ面白い。ゆうたん自分を、まずい、漢字が読めない。ゆうたん自分をふふ不敵、不敵じゃない、え、でもちょっと後で調べるんでスクショ撮ります。可愛く成長してると思う。自分を客観的に、客観的、俯瞰、どうしましょう、私受験生なんですけど大丈夫かな、俯瞰読めなくて、俯瞰ハングル文字読めてすごい、ありがとうございます。ちょっと漢字も勉強します。俯瞰、そう、今日もあの私今日本読んだんですけど、新しい、はい、あの新しく読み始めた本を読み始めたんですけど、その本がなんか思ったより難しくて、なんかその世界からどんどん文字が消えていくっていう、なんか今日あが消えましたとか、そういうあが消えて、かが消えて、さが消えてとかで、最後に どうなっていくのかみたいな、なんか本なんですけど、本を今日読んだんですけど、ちょっとまあ言葉が難しくて、わ、ありがとうございます、管理所ありがとうございます。そう、それでそうなんていうんだろう、そう、文字がなくなってくから、そのなんていうんだろう、そのそれの分だけちょっと難しい言い回しをしなきゃいけないっていうのも
のもあるっちゃあるんですけど、そもそもその本がちょっとなんか思ったより難しい言葉いっぱいあって、あ、まだ読み切ってないんです、まだ半分もいってないかな、そのぐらいなんですけど、まあ難しくて読めない感じが多くて、私よくなんかなんて言うんだろう、流し読みしちゃうっていうか、早く読むのが癖で、最近はなんか物語とかもなんて言うんだろう、なんかしっかり考察しながら、こうしっかりこの文章をしっかり読むっていうのを意識しながら本読んでて、そしたらなんか意外と読めない感じが、速読、あ、そうそうそう、速読、早読、え、速速読みたいな、そう感じで、なんて言うんだろう、そのなんとなくこう文章こうパーって読んじゃう人だったから、それを今克服というか、まあ間違った楽しみ方、そう早く読むものもできるし、しっかりとこう味わいながら読むっていうのもできるようにしようと思って今。え、速読ですよね、え、そ、え、合ってるよね、え、ちょ焦りました今。そうだから、どっちもできるようにしようと思って今こう読んでいるわけなんですけども、そう、いや本って意外と今読んでみるといいもんですよ。ちなみに1回だけ劇場のお出迎え行かせていただきました、ありがとうございます。今度私だよって、僕だよ、私だよって言ってください。読めても書けない感情、あ、わかります。なんか読めるのはなんか変とかこうなんて言うんだろう、漢字をこう解体して読んだらなんか、あ、なんとなくこれはなんかこれだなみたいなのはあるんですけど、書けないですよね、うん、難しい。気づいてる、人より表情が豊かで話が上手くなくても伝わってるの、嬉しいです。今度自己紹介します、あの知ってます、あー表情、ありがとうございます。でもなんか杉本萌さんの喋り方が、韓流は読めます、そう、杉本萌さんが本当にお話がお上手で、私も萌さんみたいに上手に喋れたらいいなって思う。フォローしました、大丈夫ですか、なんか、ね、今までフォローしてくれてなかった、どっちなんだろう、もともと今までフォローしてなくてフォローしてくださったのか、フォローしててもう一回タップしちゃって白いハートになっちゃってるのか、だからそう萌えさんみたいに、メールとチャット取りました、返信します、返信今もしてくれたって、フォローしましたの定型文があるのよね、もうとか言って、びっくりしました、こんなに来てくださってるのに、私フォローしてくださってなかったんだとか、いや全然、ハート白くしないでください、今はピンクにしてくださってるってことですか、名乗るのは少し恥ずかしいので汗、じゃあ私がこう、この方はこの方かもしれないって思って、そうそう、モバベ返信って見えてますか、メールめっちゃ、私もう返信見るの大好きで、もういっぱい読んで元気もらってます、もう嬉しいんですよね、こう返信してくださって、メールとチャット読んでるとか定型文にとすごい重い感じ、私のメールとチャット読んでるない、ナイスとミートソース、どういうことですか、それは一体、ごめん紛らわしく、いや全然私がこう
たかしの名前取ろうかな。ちょっと、いいんですか、私いっぱい送ります。朝と夜送って。あ、でも気をつけて、今日朝送る。はぁ、管理書ありがとうございます。ゆうたん結構チャット来るよね。あ、そうなんですか。ん、あ、そう、なんて言うだろう。あれいいですか、なんかいい量ですか。なんかそう、なんか私結構なんて言うんだろう、今の私をこうチャットでポン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 ってこうやって送ってるんですけど、チャットの返信スタッフさんにお願いすれば見せてくれるって聞いたけど、本当、あ、はい、お願いしてこう私見せてもらってます。うん、ママミいっぱい送ってくれるならワイも取ります。嬉しいです。ちょっとじゃあ今日何送ろうかな。いっぱい私のなんだろう、ちょっと結構キュルキュルな感じの可愛い感じの私のこう写真をいっぱい載けようかな。そう、メールはよく、メールとチャットもそうですけど、よくなんだろう、過去の私か、過去の可愛い私とかも載せてるっていうか、ちょっとお手紙解禁されてからたくさんファンレター届いてる。あ、お届きました、ありがとうございます。2通届きました。ゆあさんのペンライトを振っているんですが、なかなかゆあさんが見てもらえる時に座れないんです。でも私結構なんて言うんだろう、その前座の間に私のペンライトを振ってくださってる方はこう絶対に見よう、絶対にもう絶対に目を合わせるぞっていうのと、そう、あとは今意識してるのが、そう、来てくださった方全員と目を合わせようって思ってて、うん、でも振ってくださってる方は絶対見よう。待って、時間ちょっと待って、そうだそうだ、私今日8時までしかできない。はあ、待って、はい、あ、間違う違う、13位なほこちゃんありがとうございます。12位イチョールさんありがとうございます。11位はやとさんありがとうございます。10位アベベポキさんありがとうございます。9位イチタさんありがとうございます。8位ケンボーズさんありがとうございます。7位ケータンのカレーさんありがとうございます。おー、待って、ユニコーンの絵文字つけてくださってる、ありがとうございます。6位 MS さんありがとうございます。5位埼玉のおじいちゃんさんありがとうございます。4位ヨシさんありがとうございます。3位デケ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 じゃん、オクタゴンさんありがとうございます。2位デケ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 じゃん、ミーさんありがとうございます。1位はデケ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 じゃん、おじゃさんありがとうございます。おじゃさんありがとうございます。危なかった、危なかったとか言って、ありがとうございます、こう教えていただいて、ありがとうございます。たかしがいっちゃんキルキルだよ。なんで笑ってるんですか。私も劇場でハングルとサイリも言ってたら覗き込んでて、あ、そう、たかしもユアってあったから、はぁーって思って読みながら、たかしもユアって、ありがとうございます。はい、明日はハイブ長岡で初めての外イベントをさせていただきます。あ、キャッチフレーズ、ちょっと待って、あと30秒しかない。キャッチフレーズは明日ゆうたんが一番可愛いよ、ありがとうございます。あ、いわいわ、ありがとうございます。明日朝配信します。明日行くから、ありがとうございます、ありがとうございました。バイバーイ。